どうも、トモヤンテレビチャンネルのトモヤンです。 MJ です。今回はガットのレビューということで、ルキシロンのスマートですね、はい、スマート125貼りました。硬さですね、硬さ、僕ちょっと硬めが好きなんで5250で貼りました。で、ガット自体も柔らかいって聞いていたので、ちょっと硬めに貼ってみたんですが、ちょっと今日はこれを MJ と2人でレビューしていきたいと思います。ガット自体は結構柔らかいっていう情報を得てるので、錦織選手も売ってましたね、はい、YouTube で、 そうですね、はい、気持ち悪い言ってましたけどどんな感じなのか逆に気になるんで、はい、やっていきたいと思います。チャンス。としては、まあ、柔らかいっていうのは最初から情報を得てた通り柔らかいガットにはなります。で、僕たち前アイスコードも一回レビューさせてもらったんですけど、はい、あの柔らかさとはちょっと違います。アイスコードよりもっとスピンがかかって、ボールが飛んでくれるっていう感覚になりますかね。なんかアイスコードはこうなんかスポットはまってポーンって飛んでいくだけの感覚だったんですけど、これはスポットはまったらそのまま回転もかかって飛んでいってくれる感覚だったんで、非常に僕は好きかな。僕柔らかいガット好きなんで、飛んでくれるし嬉しいかなと思います。で、なんか色合いデビルスピン似てますよね似てますね、めちゃくちゃ似てますね、はい、もう最初これデビルスピンちゃうのって思いましたけど、はい、中も似てるかなと思いましたけど、デビルスピンよりちょっと柔らかい感じになってくるので、うん、でも意外とこうしっかりそうですね、ね、打てるんで、結構どの年代の方、どんなレベルの方でも対応して、くれるガットかなと思います。なんか上級者向けとか初心者向けとかそういう感覚ではないんですけど、まあ、ポリエステルっていうだけで少しの硬さはありますけど、うん、どんな方でも使ってもらえるかなと思います。なんかありますか、はい、結構、まあ、アイスコード今歌って言ったんですけど、アイスコードみたいに、まあ、柔らかいんですけど、こうグッとボールが乗って、ちょっとアイスコードとかやったらボールが重く感じるんですよ。あ、わかるわかるわかる。でもこれは結構軽い打感で、うん、なおかつまあ、柔らかさがあるんで、まあある程度弾きもいいんで、ボールが乗りすぎてちょっとボールが重たく感じるっていうことはなかったですね、うん、結構打感としては軽く確かに感じました。わかりますね。
あっさすが間に合う軽く、飛ばしてくれて、なおかつスピンも、まあ、かかる。だから食いつきと弾きがいいバランスになってるかなって思いました。めっちゃ分かりやすい。あっそれが言いたかったです。はいはい、ちょっとボレーもやって、はいはい、やりましょう。はい、ボレー試していきました。飛んでくれるので楽です。楽です。何かまあボレーなんで回転系とかあんま打たないので、回転系はちょっとよくわからないですけど、ストロークの時には分かったんですけど、だからボレーはちょっとフラット気味に打つんで、あのボールがよく飛んでくれる感覚がありました。僕もボレー自体は飛んでくれる方が楽なので嬉しいので、良かったんですけど、まあガット自体が多分そんなに重さないんですよ。なんか確かにね、はい、軽く感じます。軽く感じますよね、はい、だからなんかお振り抜き自体がいいかなと。ボレーでも結構僕振ること振るというか、こう攻めて振ることがあったりとかするんで、そういう時でも簡単にラケットが出てくれたので、なんかラケットヘッドの重さが変わらないから楽ですよね。そうです、うん、ラケット自体の重さが変わらないガットかなと思う。よくねガット貼ったら先が重くなっちゃったみたいなガットあるよね。ナチュラルとか貼ったらすぐ分かるんですよそうですね、ナチュラルガット結構重たいんで、あのうわボタってなるんですけど、これはなんかフレームのままの感覚でできるんで、重たさがないのが嬉しいですね、僕自体は。はい、何かあります？まあ、たまに、まあ、軽い打球感ってストロークの時に言ったんですが、たまにこう打球感が軽すぎて、まあなんか悪い言い方したらちょっとスカスカな感じがするガットってよくあるんですけど、まあ最初ちょっとそんな感じなんかなって思ったんですけど、まあストロークとボレーとやってみて、打球感は軽いんですけど割と食いついてくれるんで、回転もしっかりかかってくれるし、ボールをしっかり乗せて、まあ、飛ばすっていうイメージもこうしやすかったんで、スカスカな感じ、見た目とかはちょっとスカスカな感じするんですけど、実際打ってみたらボレーとかもグッと乗ってからパーンとこう打っていけるんで、乗りすぎるわけでもないんですけど、力加減とその通り言ってくれるんですね。そうですね、うん、結構素直なガットというか、そのいい意味で、確かに確かに、悪い意味で素直やったら全然飛ばないとか、自分の力で飛ばすとかになってくるんですけど、ガットの力で飛ばしてくれるし、食いついても してくれるしって感じなんで、良かったですね、バランスが良かったです。見た目によらずしっかりって感じですね。はい、なんか色がね、黒と灰色なんですよ。なんか黒の芯に灰色なのかちょっと分かんないですけど、なんか黒のステンシルが入る、黒ガットやと思ってたんですけど、白ステンシルは入らなくて黒ステンシル入ってますこれ、はい、だからどっちかというとグレーっぽいですね、はい、色の方が。はい、じゃあちょっとポイントとかもやってみましょうか。はい、はい、
ポイント形式やってきました。サーブも交えてやったのでサーブの感想をメインにはなると思うんですけど、サーブ、まあガット軽いんで振り抜きがよく、フラットもスピンもまあ基本的には打ちやすかったです。で回転もかかるんでスライススピン全体的には良かったかなと思います。でフラットになるとやっぱりガット柔らかい分ポーンと弾いてくれるんだ、弾いてくれるとか、あのガットが助けてくれるスピードを、あのいいスピードのボールが打てるようになるので、あの硬い鉄板みたいな感覚で持たない方がいいかなと。パンパン弾くっていうよりグーッと乗せて打つような感覚になるの で軽い分あのバドミントンしてるみたいな感覚で打てるんで、はい、良かったかなと思います。で全体的にももう本当に一言言うと柔らかいガットっていうのがもうまとめでになると思います。柔らかくてスピンのかかる回転のかかるガットになると思うので、はい、どの年代の方にも、使っていただけると思ってますので、ぜひ皆さんもスマートを使ってみてください。ルキシロンのスマート、これ125ですので、130もあったかな、125の方が基本的には分かりやすいかなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。